Dr. Liu Smile Workout。 皆さんこんばんは、リュウ新之助です。こんばんは、中村優子です。さて、リュウ先生は世界基準の笑顔を提唱していらっしゃいますが、笑顔といっても日本人は歯を出して笑う、笑顔が苦手っていう人も多いと思いますね。で、笑顔が自然とできるようになるコツみたいなものってあるんですかね。とっても難しいんですけれども、はい、日本人ってね、もともとそもそもね、例えば笑うときに口元を手で隠すとか、はい、そういういわゆる文化じゃないですか。要するに大きく笑うとか、そういうのをね、意外と否定的に捉えてる方が多いので、積極的にね、こう表情筋を動かすっていうことをあまりやってないんですよ。よくね、アルカイックスマイルって欧米人の方からは揶揄されるって言われてますけど、曖昧な笑顔っていうのをアルカイックスマイルって言うんですね、はい、なので笑ってるのか笑ってないのかわからないって、微笑んでいるような形だって言われてるんですよね、はい、なので、大きくお口を開けて笑うとか、あと口元を、ね、こう口角を上げるとか、そういうことをしっかりしてね、笑っていただけるともっと素敵な笑顔になるんじゃないかなと思いますが。ですよね、はい、その時は本当に歯をキラーンと見せて、ね、笑いたいですよね、はい、さて、今月のゲストであるこの方の笑顔は周りの方を元気にしてくれます。それではドクターリュウのスマイルワークアウト、今週もスタートです。ドクターリュウスマイルワークアウト。改めまして、今月のゲストは林真弥さんです。よろしくお願いします。こんばんは、モソワ、お願いします。来ちゃった真弥さんとね、4週こうお話しさせていただいていて、はい、いつも楽しくね、笑っていらっしゃるイメージがね、すごくリスナーの方にね、多分届いてらっしゃるんじゃないかなと思ってるんですが。嬉しい実は昔は人前で笑うの苦手だったっていうことをお聞きしてるんですけど、びっくりですね、なんでですか。私笑うとですね、歯茎が丸出しになるタイプでして、笑いすぎるともう歯茎が乾いちゃって、上唇がまたその歯茎にくっついていてててててってなるような、ですごく恥ずかしかったんですね、はい、歯茎が見えないように、あ、やっぱ笑うの嫌だな、恥ずかしいなと思っていて笑えなかったんです。でもテレビのイメージだと、とっても笑ってるっていうイメージがありましたけど、なんかきっかけがあったんですか、その笑おうっていうか。これがですね、パリコレのショーに出た時に、ジャンポール・コルチエさんというデザイナーさんが、マヤの笑顔は太陽みたいだねって言ってくださったんです、私の笑顔太陽、もうそれ言う、ブラボーって言ってくださって、それから、なんか自分って太陽見てるといつも体もあったかくなるし、なんかポカポカに、なんかみんながなってくれたらいいなとかってすごい思うようになって、なんか笑うのが怖くなくなって、もう今歯茎全開丸出して笑うようになってます。でもね、今ね、こう拝見すると、僕らの専門用語で言うと画面スマイルっていうんですね、そのいわゆる歯茎がすごく見える笑顔の作り方って、でやっぱり若い女の子でね、その歯茎が見えるのが嫌ですって言って治療に来る方は多いんだけれども、とはいえ実は僕らの理論で言うと、画面スマイルは改善するって言われてるんですよ。私ね、前より出なくなってきたんですよ。そうなんですよ。なので、そう、画面スマイルは改善するっていうことの、すごいもうモデルケースだなと思って、今すごく思ったんですね。そうなんです。すっごい本当に出ちゃってたのに、最近あんまり出なくなってきて、あれ、これって年齢的に筋肉とか落ちてきたからかなとかと思った。そういうことですかね。筋肉の問題ももちろんあるんですよね、なのでそうすると、UCLA のね、教授なんかも基本的には画面スマイルを積極的に治療してしまうと、今度年取った時にね、もうほとんど上の歯見えなくなっちゃうって言われるんですよね。そうなんだ、で実はね、ハリウッドの女優さんでも、画面スマイルの方結構多くいらっしゃるんですけど、決してね、それがいわゆるネガティブに捉えられてないっていうのも考えても、別にすごく悪いっていうイメージって実はないんですよね。そうですね、なんか画面スマイルって言葉も初めて聞きましたけど、今思ってみれば、画面スマイルって、そのゴルチエがね、太陽のようだって言ってくれたのは、普通の人より笑顔がやっぱり大きいんですよ ね、それがなんかみんなに元気をくれる笑顔なのかなとかってすごい思って、いいですよね。いいんですよ。ジャンポール・ゴルチエさんも、もう多くの笑顔を多分いっぱい見てらっしゃると思うので、本当にいろんなね、
方の笑顔の中で多分本当に一番素敵だなって思われたんじゃないかなってすごい思いますよね。そうでしょうねきっとね、でも笑顔の表現がいろいろあるって今知ってすごい楽しくなりました。笑顔がいいねってなんか言って無理やり笑うのってこう難しいじゃないか、うん、笑顔にさせてくれるような褒め言葉をいっぱい欲しいですよ ね。だから結婚しててもやっぱりね、ダーリンとかがだんだん褒めてくれなくなってきたりとかしません？毎日ね愛してるとかね、いや今日すごい可愛いねとか髪の毛の染めた色いいねとかね、いろいろ言ってくれると自然に笑顔になれるんですよ。あ、世の中のダーリン様よろぴきお願いします。マーさん、もう本当にいろいろな、ね、経験をされてますけれども、こんな質問してみたいと思います。何ですか？お金、時間、プライド、愛、平和、一番大切に思うものを順番に並べていただくとどういう順番ですか？もうなんという難しい質問なんでしょうね。でも順番に言うと平和、愛、時間、お金、最後はプライドですかね。なるほど。平和と愛と悩んだんですけれども、愛にもいろんな愛があるなと思って、優しい愛、人を思う愛、それからまた強い愛、またなんだろう、攻撃する愛とかもあったりしますよね、憎しみも愛だったりとかしますよね、でいろんな愛があるので、でもやっぱり人に優しくあったり人のことを思える愛が一番いいなとかって思って、それをダーリンとかいろんなこう出会う方から教えていただいたんですけれども、そういった優しい愛を作るためにはやっぱり平和でなければ、そういった愛は出てこないなとかって思ったんですね、平和っていう基盤があって、母なるそういった自然大地があって、そこから愛を作っていけたらいいなとかと思ったんで、平和が一番になりました。でもぶっちゃけいいですか、引っ越さなきゃいけないので、ぶっちゃけお金がちょっと欲しいかなと思ったりしますけれどもでもぜひね、コンサートとか何かね、例えば、タホさんの、写真展とかね、何かもしチャンスがあれば、またぜひ来ていただいてお話聞かせていただきたいなと思います。ありがとうございます、いつかね畑でライブもしたいなと思ってますので、ですよね、素敵ですね、いや本当に残念ながらお時間来てしまいました、早いです ね本当に楽しい時間は早い。林村さん、今月はどうもありがとうございました。ありがとうございました。またお会いできる日を楽しみにしてます。メッシボク、ありがとうございます。ありがとうございます。ドクターリュウスマイルワークアウト。そろそろお別れのお時間です。今月はゲストに林真彩さんをお迎えしお届けしてきました。いやー、もう本当にまたね、ぜひチャンスがあれば出ていただいてね、もっといろいろ野菜のお話とかねお聞きしたいと思います。でも真彩さんもすごく先生に、劉先生に歯のお話もっと聞きたいって言って帰られてきましたね、もう光栄ですね、またぜひ来ていただきたいなと思いますね、番組では皆さんからのメールもお待ちしております。番組へのご感想、リスナーの皆さんの笑顔になる瞬間、歯にまつわる質問などどんどんお寄せください。アドレスは ryu@bayfm.co.jp ryu@bayfm.co.jp です。来月のゲストは高橋愛さんです。お楽しみに。それではまた来週。来週まで皆さん笑顔でね。お相手は中村優子と劉慎之介でした。